皆さん、こんにちは。今日はちょっと場所も狭いですが、暑ければ随時こうリラックスした格好で、聞いていただければと思います。共通語基盤の取り組みに関してのセミナーというのは、年に何回か定期的に行わせていただいておるところでございますけれども、何度も来ていただいている方というのは、今回初めてこういったセミナーにいらっしゃる方ってどのぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。じゃあ、初めまして、酒井と申します。本来であれば、政府 CIO 補佐官の平本というものが、こういった場でお話しさせていただくことが多かったんですけれども、最近、私の方でもお話をさせていただくという形が時々あるようになってまいりました。最初にちょっと自己紹介をさせていただければと思いますけれども、私、経済産業省の商務税情報政策局、IT を所掌している局ですね、の方で、情報プロジェクト室の情報プロジェクト補佐官という形で、民間から来ている人間でございます。で、情報プロジェクト室というのは、省内の情報政策に関する企画だとか運営の部門でございまして、直接的にこう業務を扱っている原価という立場ではなくて、政策を扱うような室になっております。ちょっと立ち位置としては特殊で、そういったところで私も民間から来て、もともと IT サーバーの、IT のですね、サーバーインフラエンジニアを長くやっておりました。そういった関係で IT に関して広く、浅く広く知っている知識等をですね、そういった政策の実行に反映させていくという立場で入らせていただいています。で、経済産業省にはですね、 CIO 補佐官という立場の人間が3名他におりまして、私は情報プロジェクト室付きの補佐官という立場になりますので、ランク的にはだいぶ落ちるんですけれども、補佐官ずと プラス1の人、もう1人の補佐官という形で呼んでいただいて、省内でも、経済産業省内でもですね、若手を中心に我々自身もデジタルトランスフォーメーションしていかなければならないという機運が高まっております。そういったものを、推進させていただいてたりというような仕事を最近はさせていただいています。私のお話、ちょっとお堅いところではありますが、資料等はですね、皆さんもよくご覧になったことがあるようなものだと思いますので、きちんとご説明をさせていただきますが、まず最初に私の立ち位置としてはアイスブレイクというか、場を和ませるというのが私の立ち位置だと思っておりますので、お気楽にお聞きいただければなというふうに思ってます。私もちょっと若干緊張しておりますので、私自身ですね、普段は私事になりますけれども、三鷹市の方で PTA 連合会の会長もさせていただいておりまして、学校に行ったりですね、 PTA 活動の話をする機会はたくさんあります。例えばコミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育みたいな話であればですね、平気で2時間ぐらい話ができるんですけれども、 IT 関係の話ということになりますと、もちろん仕事でやってきた部分もありますが、ちょっとですね、お堅くて漢字が多くて難しいようなところを、いかに分かりやすく皆さんにお伝えできるかなということを今日は心がけてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日お話しする内容ですけれども、ざっくり政府の取り組みと、実際に具体的なところですね、官民データ利活用に向けた取り組みというところで、共通データ標準や共通語基盤、また推奨データセットといったところのお話にも触れさせていただきつつ、今後の展開についても簡単にご説明させていただけたらなというふうに思っています。まず最初に政府の取り組みというところですが、僕も民間から来て一番最初にびっくりしたのは、こう文字がぎっしりと詰まったスライドですね。どこに要点があるのか、非常によくまとまっているといえばまとまっているんですけれども、ちょっと文字が多すぎてきついんですね。そうは言ってもですね、これで説明しなければならないのでご説明差し上げますけれども、情報提供に関する総合的な取り組みの推進というところで、これポイントは、我々一応情報のですね、入り口、活用の推進、出口といったところをきちんと考えて取り組んでいますよというところが、今回この資料で言いたいところであります。皆さんもすでにお聞きになった言葉だと思いますけれども、デジタルファースト、オープンデータバイデザインというところを入り口としまして、で、今盛んに省内でも政府共通で言われていることでありますけれども、 EBPM、 エビデンスベースドポリシーメイキングということで、きちんと効果を測定しつつ、証拠に基づいた政策の実行をしていきましょうと。で、そのためにはデジタルでなければなりませんよね、といったそういった話もありまして、中でもきちんと情報活用しつつ、そして出口ですね、情報提供、ドメイン改革、ウェブ改革、API 推進、オープンデータの推進、
統計改革といったところにつなげていこうというのがここで説明させていただいていることになります。デジタル社会に向けての推進方針ということで、先ほども田代センター長の方から簡単にお話があったと思いますけれども、世界最先端 IT 国家創造宣言、この中でデータ標準化、ここ赤くしてありますけれども、語彙コード文字 API という言葉が随所に出てきてまいります。こういったところを我々は主に進めていくというところでございます。で、官民データ活用推進基本法、これ官デ法というふうに呼んでたりしますけれども、これが12月に策定されて、施行されて以来ですね、いろいろなものの風向きが変わってきたなというふうに感じております。先ほど自己紹介の時に私申し遅れましたけれども、私はですね、2017年の9月に現職に着任しておりますので、今1年半程度もうじき経つというところではありますけれども、ますます IT 政略が今まさにですね、追い風に乗って面白くなってきているところだなというふうに感じておるところです。そしてここデジタルガバメント実行計画、これが今一番ホットなところだと思います。1月16日にデジガバ実行計画ということで策定をされまして、その中でこの後にもスライド出てきますので詳しくはお伝えしますけれども、こういった形でデジタル社会に向けて推進をしておるところです。デジタルガバメント推進方針、BPR を推進しつつ、きちんと EBPM に基づいて、そして官民共同を実現するプラットフォームを進めつつ、 IT ガバナンスで価値を生み出していこうというような推進方針に基づいて実行計画、こちらご紹介だけにとどめますけれども、主なところとしてはこの行政サービスの 100% デジタル化といったところですね。デジタルファースト、各種手続きのオンライン原則の徹底等々、こういったところが言われておるところです。またちょっと踏み込んだところでは、押印や対面等の本人確認手段の手法の在り方についても再整備していくだとか、こういったことがデジガバ実行計画の中で言われてはいます。さて、行政におけるデータ標準化の重要性というところのお話になりますけれども、データ駆動型の社会を作るためにはデータのインターオペラビリティですね、相互運用性の確保というのが何よりも大事になってまいります。現状、言わずもがなだと思うんですが、データ形式がバラバラであって相互の接続というのは非常に難しい状況、これを過渡期、今ここに差し掛かってきているかなというところだと思うんですけれども、行政が率先してデータ標準化を図っていくことで、その管から出ていくデータというのが標準化されていく、それがこうにじみ出ていくような形で世界に広がっていくようなものをイメージしています。そういった形で最終的には官民のデータ交換だけならく、民と民の間のデータ交換というのもそれに即した形で進んでいったらいいなというのがここの絵で言っていることになります。デジタル 100% というところを赤字にしてますけども、デジタル 100% に向けて分野横断的に横断できるプラットフォームを整備していくというところ、官民データ活用基盤の整備状況という絵になります。これ下の方にですね、分野横断的に連携できるプラットフォームの整備という箱がありまして、その中でデータの標準化、先ほども出てきましたが語彙コード文字等 API、 こういったものにもプラスして認証機能だとか、そういったものも必要になってきますよねということで、経産省の中でも検討を進めておるところです。その上に乗ってくるのがデータ利活用のルール整備、ルール、ここがすごく大事だよねというところになります。で、これをどういうふうに進めていっているかというところになりますが、検討体制になりますけれども、真ん中のところ赤いラインと下の部分、下の部分に情報共有基盤委員会というのがありまして、こちらの方で、IMI と呼ばれる共通語彙基盤と、あと文字情報基盤の取り組み等も進めております。で、脇にちょっとついてますね、官民データの総合運用性実現に向けた検討会といったものをですね、次年度の情報整略にも結びつけていくような形での検討提言というのを期待しつつ、こういった検討会というのを今まさに行っておるところです。で、ここでの検討提言等を踏まえてですね、政府のデジタルガバメント技術検討会議
の下にありますデータタスクフォース、こちらも IT 室の中に設置されているものになりますが、平本補佐官が主催になっておりますけれども、こちらの方で検討して、DG 側は技術検討会議の方に上げていくというようなスキームで、我々の取り組みというのは進んでいるところです。ここまでざっと政府の取り組みについて、ちょっと駆け足でありましたけれども、おさらいも含めてご紹介を差し上げたところです。ではここの先具体的なところの説明をさせていただきます。官民データとの関連という部分で、まあ、特にデータの部分について今日はお話をさせていただこうと思います。中でもこれからお話していく中ですごく重要なのはルールのところですね。行政で扱うそのデータに関しての連携標準というものを今仮称ではありますけれども進めておるところです。そういったものもこの後説明をさせていただきます。まず一番最初に、データの不統一というところの絵なんですけれども、これ私が描いた絵なんですけれども、省内で一生懸命、データって一致しないとこんなに不便なんだよっていうことを分かってもらうためにですね、書いた絵なんですが、右側と左側のこのデータ構造1にそれぞれ企業名、会社名、代表者、責任者、住所、所在地、電話連絡先、これ人が見た時には全然違いに気づかないというか、気づかないわけじゃないですね、違いを気づいた上でその違いを脳が勝手に吸収してくれるので、これ同じようなものだっていうことはすぐ人は理解できるんですけど、当然皆さんもご存知だと思いますが、こういった形ではコンピューターから見たときにはこれ全く違うデータ構造ということでマッチしませんと。でそもそも、内容の書き方も微妙に違ったりですね、東京都が入っているとか入ってないとか、細かいことを言っていくとこの先にもちょっと電話番号のこの表記のルールだとかそういったこともあるかと思うんですけれども、こういったところをきちんと足回りをしていかないと、そもそもデータっていう言葉一つとってもですね、それが何を意味するかって人によって全然違ったりします。普通に Excel 扱って業務されている人にとってみれば、ああ私たちが扱っているこの Excel ってこれがデータなのねみたいな、そんな話気づきっていうのを後から聞いたりすることもありますし、当然 IT に知見のある方にしてみればデータっていうのはデータ構造っていうのはとかフォーマットとかルールっていうのはっていうのはすごくよく分かるところではあると思うんですけれども、そこですらそのぐらい幅がありますと。なのできちんとまずその機械可読性だとかって難しい言葉よりも、なんでこれ人は分かるけどコンピューターが違うのっていうところを噛み砕いて話した時に使った絵がこれになります。でもうちょっと具体的に話をしていきたいと思いますけれども、これは人の目では気がつきにくいデータの不統一というところですね。バーッとあるのでちょっと飛ばして個別の部分になりますけど、例えば日付の表記一つとっても様々な表記があります。これ多分ですね、本当に貯金通帳をいくつか用意をして写真撮ったんだと思うんですけど、よく見つけたなと思いますが、ハイフンが2つ続いてみたりですね、スペースが入って区切っていたりだとか区切りがなかったりだとか、いろんなタイプのこの日付の表記一つとってもありますと。こういったものここに変換処理だとかルールだとかを決めているというのがコンピューターの中の現状だと思います。それはそれで回ってるからいいんじゃないかっていう考え方もあったりしますけれども、こういったものをきちんと整備していくだけでもだいぶデータの総合運用性っていうものに資するんではないのかなというところの一つの例です。で今言ったようなこと、この右側の赤いところですね、行政データ連携標準仮称となってますが、ガイドブックという形でアルファ版でこれ CIO ポータルにも上がってます。日付時刻や住所、郵便番号、地理座標、電話番号、ポイントオブインタレストのコードの一覧だとかといったところを、これ去年の12月ぐらいからバラバラと上がっているようではありますけれども、こういった形でですね、行政側で扱うデータ連携の標準というのをまず一つ決めてしまうということも一つ、データを相互に交換するときに楽になる一つの方法じゃないかなということで挙げさせていただいています。もしよかったら後でご覧になってみてください。内容としては、ほとんど全てのデータ活用や連携に必要なデータコード等を対象としてですね、今申し上げたようなもの、日付時刻、住所、郵便番号といったもの、こういった表記で行政で扱うようにしますと。ルール行政側でこういうふうに扱いますと言ってるだけなので、皆さんに強制するものではもちろんないんですけれども、
データがグローバルに流通することを前提として国際標準等も鑑みた上でこういったルールでやっていくのがいいんじゃないでしょうかということでアルファ版で、吊るしてあるという状態になりますのでぜひご覧いただいてですねご意見等あればお寄せいただけたらなというふうに思ってます。続きまして共通語域版の取り組みの部分になります。統一フォーマットというところになりますがこれよくある絵ですね。真ん中にコア語彙がありましてその周りをドメイン共通語彙がこうドメインに分かれてこう、ピザみたいな形でですねあるやつですけれども共通語域版というのは分野横断でのデータ交換を目的としたフレームワークになります。結構古くから、検討取り組みが続いておりまして昨今はある程度技術的には固まってきたかなというところコアな部分というのはほぼほぼできておりましてそれ以外の、このドメイン語彙も含めたですね分野横断していく取り組みについて今後期待されておるところでありますけれども具体的なイメージということでこれレゴブロックですね。これ一つ一つがよく見ると住所とか対象とか名称とかっていうこれ個々のデータのデータセットというかデータそのものというかそういったものだと思っていただければと思いますがこれが共通語域版によってこうきれいにつながっていくとでそれぞれがこうモジュール化することで設計を効率化してですねインターオペラビリティを確保していくというような考え方そんなイメージを持っていただけたらなというふうに思います。でまあ一つ一つパーツで扱うっていうのももちろんいいんですけれども目的に合わせて部分部分を一つのデータセットみたいな形で束ねてデータ連携をしていくというのが上の部分的な利用であったりだとか独自のブロックを追加していただいたりその場合でも共通語域版のルールにのっとった表記法等にのっとった要するにこのレゴブロックのイメージがまさにそうですけどここにはまるような形ではめていっていただければこうやってこのブロックでいろいろな形いろいろなものを作っていくことができますよというのが利用するイメージになります。詳しいところはこの後武田先生であったり小林さんだったりといったところのご説明がありますのでそこで詳しくは内容を聞いていただければと思いますけれどもこういった文字やデータ標準化の効果ってどういうことなのかというところになりますけれどもこの左下に左下じゃなくてこれ皆さんから見ると左下でいいんですね左下にあるようにですねさまざまなデータ同士がこう相互にこう結び合っていくっていうのは、密に連携していく上でこういう形になっていくんですけど、真ん中に参照モデルを置くことによってもうちょっと簡単にそれぞれのシステム同士がつながっていくことができるんじゃないのかなというようなのが共通語域版のまず一つの考え方です。参照モデルリファレンスモデルです。ただ、そうすることによって既存のデータ構造っていうのは変えることなく変換するだけで他のシステムとのデータ連携っていうのは可能になりますけれども将来的には新しく定義するデータ構造等は共通語域版にのっとったようなデータの構造にして最初からそういうふうにしてもらうことによってこれは右側ですね標準と標準化された世界というのもあり得るのかなというこういう両方のアプローチで進めているところです。共通語彙の取り組みの重点化というところになりますけれどもこのあと、具体的な事例のお話のセッションもございますが例えば広域データ標準化のモデルケースのようなものですね埼玉県さんですとか、相模の方の取り組みのお話もあるかと思います。面での展開というところあとは我々経済産業省としてもですねこれフラッグシッププロジェクトとして進めています法人インフォメーションというサイトがございます。ご存知の方もいらっしゃっていただけると嬉しいなと思いますがご存知でない方はぜひこの後ご覧いただければと思います。今、政府のですね調達だとか表彰だとかさまざまな法人にまつわるデータをですね法人番号に紐付けてオープンデータとして、公開しているサイトが法人インフォメーションサイトというのがございます。現在もさまざまなデータをどんどん公開しておるところでして今もまさに公開しつつあるところではあるんですけど60万件を超えるデータがそこに集約されています。我々としてはその法人番号を主にですね法人にまつわるデータの相互連携だとかっていったところをキーワードとして法人インフォメーションという、これも法人語彙がですね共通語域版にのっとった形で
作られております。ですから法人語彙の一つのまあショーケースとしてですね、法人インフォメーションというのは太い柱として進めています。そしてもう一つニーズに対応というところですが、さまざま重点分野だとか挙げられておりますけれども、その中でも特にその分野を超えてデータ連携するそのニーズがそこにあるものについて、子育ての支援施設ですとかイベント観光なんていうのはこれから特に2020年に向けて非常にニーズが高まっておるところだと思いますし、こういったものがまさにその分野を超えた相互連携というところで非常に分かりやすい例であり、かつそこにニーズもあるし実益もあるというものだと思います。そういったものに個別に対応していっているというような、この3つの重点にのっとって共通語彙の取り組みというのは進めております。ここに法人インフォのスライドがありましたね。法人に関する補助金だとか資格表彰、許認可、その他もろもろの情報がですね、さまざまな各省庁にも協力をいただきながらここに載っております。これオープンデータという形で存在してますので、補助金の使われ方だとかっていうのもですね、各省ごととかそれがどういうふうに流れていっているのか、どこにどういう目的で使われているのかっていうのをすごく簡単に BI ツールとか使えばサクサクっとグラフ化して見ることができます。まだまだデータも歯抜けになっている部分があったりだとか、データクレンジングの問題だとか、さまざまなものはありますけれども、まずは走りながらこういったものをやっていくんだということで、どん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 公開をしておるところですので、こういったものを活用してですね、どういったものにこう使っていくことができるのか、さまざまな会社さんでも実際にご活用いただいておるところでありますけれども、皆さんの方でもぜひご覧になっていただいてご利用いただけたらなというふうに思います。中で使っている法人関連情報語彙というのはこういった形でですね、コア語彙から拡張して法人語彙という形で定義をしています。これも法人インフォメーションのサイトを見ていただくとですね、使用書等がご覧いただけるような状態になっておりますので、具体的なところはここ個別に見ていただけたらなというふうに思いますが、今先ほどちょっとこの後にも詳しく説明があるので割愛しますけれども、埼玉県産ですとか共通語彙に関する取り組みとやっていただいておるところです。はい、公開ドラフト、コミュニティで作った語彙などを公開といったところでですね、こういったところで子育て支援施設ですとかイベントや観光施設だとか、こういった語彙もですね、個別に定義をしたものを公開ドラフトという形で IMI GOJP の方でも皆様に実際にこういった提案のもと語彙を作ってるんですけど、ご意見どうですかというような形、こういった今後はですね、パートナー制度ですとか、あとはさまざまなニーズに応じて実際にこういった独自に作っている語彙がその作り方でいいのかわからないですとか、それが教えてほしいですとかっていう声も最近あちこちで聞かれるようになってまいりました。そこは実はその IMI GOJP 見ていただくと、実際にこういったパブリックドラフトですとか、あとはパートナー制度だとか、そういった支援制度もございます。そういった場も今用意させていただいているところでありますので、我々の方で強力にというか、強力にとまで言っていいのかな、サポートをしていきますので、一緒にやっていけたらなと。将来的にその官民データの総合運用が高まっていって、データ連携というのがまるで空気のように皆さんの国民の皆さんの生活というのを豊かにしていくことができればいいのかなというふうに思ってますので、そういった取り組みに皆さんで進んでいけたらなというふうに思ってます。その一つとしてこの後も出てまいりますが、官民データ利活用に向けた取り組みの中で推奨データセットというのがございます。下半分の部分がいわゆる IMI の中でもこう主にですねコアになってくる、共通語彙基盤であったり、先ほどもご説明しました行政データ連携標準、こういった策定中になりますけれども、こういったものの上にですねデータモデル技術 DMDというのがあって、そしてその実際に具体的なさ応用例として推奨データセットとその先のどういった活用していけばいいのかといったところの話があると思います。この後のセッションで具体的にそのあたりの説明がありますので、皆さんもそういったところをお聞きになりたくて来たのかなというふうに思っておりますので、この後のセッションをお楽しみにしていただければと思います。そうですね、
まあ、公共施設の例ですね、推奨データセット、まあ、こういった形で、データ記述の原則、まあ、先ほどの行政データ連携標準みたいなものの上に、まあ、基本データ項目を目的に合わせて選択をしていって、そしてそれが推奨データセットと紐づいていくというような形になるのかなと思ってます。あのポイントとなるのはこの後でも説明あると思うんですけど、すべての項目にこう対応していくっていうのは難しいのかなと僕も感じてます。特に分野を横断して相互にデータ連携していくといった場合にはですね、密な部分ではデータ項目ってすごく重複しますし、密な連携ってできると思うんですが、分野を横断して離れていけば離れていくほど、あの相互に連携しなければいけないデータ項目っていうのは少なくなっていくっていうのが最近の我々の考え方でもあります。極論ですね、例えば地図の上にいろいろなデータを重ねるといった場合には、時間とあとは緯度経度情報ぐらいしか相互に連携できるデータ項目ってないというような状況になるんだと思います。全部が全部密でデータ連携していくっていうのはかなり非現実的だと思いますので、あの連携しなきゃいけばならないデータ項目っていうのは選んでいただいて、データ項目を絞って連携していくのかなと、そういう形になるのかなというふうに思ってます。はい、で今後の展開というところになりますが、現在2017年 FI2017 から2018にかけてというところで、真ん中のあたりにデジタルガバメント各府省計画というのは来年のこれ6月ぐらいに出てくるということになってるんですかね。デジタルガバメント実行計画が策定されたというところです。さまざまなデータ連携周りの施策が打たれて、そしてかつ今我々の進めておるこのデータ連携 IMI という部分もですね、政府内のさまざまな他データの利活用であったりだとか、データの連携周りのですね、いろいろな団体と協力をしながら進めておるところです。具体的にはやはりこれからより多くの人々に、あの人たちに知っていただくためのですね、こういった普及活動、プロモーション活動というのはもちろんど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 ん広げていかなければなりませんし、これからそのひな形群の拡大というふうにありますけれども、より活用していっていただくためにどういったものが必要なのかといったところに寄り添って進めていく必要があるのかなと、皆さんに使っていっていただく必要があるのかなと思ってます。また国際連携の枠組み等もですね、視野に入れてこういったところきちんと政府としてもやっていかなければならないところなのかなと思ってます。日本独自という形ではなくてですね、当然今グローバルにすぐに世界に出ていける時代ではありますから、そういったものも含めてですね、国際的なインターオペラビリティの実現に向けた取り組みというのも何年も前から政府としても進めておるところです。この2月にもあの早速この国際連携の、まあ、足がかりというか、実際に日欧米と連携を進めておるところですが、より一層深く連携をして進めていこうというような海外出張も控えておるところではあります。また経産省としては IoT データへの展開も含めですね、実際にまあロボットだとか AI だとかそういったものにまつわる、まあ、コネクテッドインダストリーということで進めている我々の施策にも合わせてそこと通ずるところもございます。 IoT データ等々でも使われるこういったリアルタイム性の高いですね、非常にたくさんのセンサーデータから吸い上げられてくるようなデータ、こういったものをきちんとデータ連携できていくといったところまで見据えてですね、進めていかなければならないということで、まあ、データ流通協議会さんですとかそういったところとも連携をしつつ進めておるところです。またこれ最後のスライドになるのかな、ソサイティ 5.0 との連携ということで、総合科学技術会議の総合科学技術イノベーション会議ですね、システィさんといったところでソサイティ 5.0 の取り組み進めておるところではありますけれども、ここにもですね、実際のデータ連携の基盤として共通語彙基盤の取り組み非常に重要だということで一緒になって進めているというところになります。以降付録ということでですね、共通共有基盤 IMI 行政手続き IT 化にかかる、もしくはオープンデータに関するこれまでの取り組みといったところをですね、年表にまとめたものを付けさせていただいておりますので、ざっとご覧いただけたらなというふうに思っております。プラスですね、すいません、もう一点これは最後の最後によいしょ説明をしなければならないので、さらっとだけいいですか。あと5分ありますか。
5分もちょっと話せるか分かんないんですけど、これはIT 室の方から、今日講演で IT 室入っているんで、IT 室の方から説明しといてって言われた資料なので、このままざっと説明します。地方の官民データ活用推進計画についてということになりますけれども、はい。多分自治体の方もたくさんいらっしゃっているかと思います。都道府県では義務、市町村においては努力義務という形で、官民データ活用推進基本計画の策定をお願いしておるところです。それに関連して、手引き等々もありますよと。でその中で今日も実際にお話しさせていただきますが、埼玉県の取り組みですとか、札幌市における文字情報基盤の取り組みですとか、こういったものも取り上げられていて、そういった事例にそういった手引きを見ながら、官民データ活用計画の方の策定を進めていっていただけたらなというところで、最後にこの問い合わせ先というところなんですけれども、官民データに関する相談の窓口、電話や E メールだとかといったところの窓口も用意してあるので、こちらの方を活用いただけたらということで、こちらは IT 室の方から、のご紹介ということでした。以上、私の方からの説明とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。